どうも、ビッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきます。今日皆さんに紹介いたしますのは東京グルメです。この東京駅で電車を乗り継ぐ際にぜひ立ち寄っていただきたいラーメン店がありますので、皆さんに紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。さて、今回ご紹介するのは2020年8月3日に東京駅グランスタにオープンしました、こちらラーメン雷東京本丸店でございます。こちらのお店はなんと中華そば富田さんが手掛ける二郎系ラーメン店で、東京に初出店となります。駅の構内に二郎系とは思い切った出店だとは思いますが、昼は大行列をしている超人気店です。一体どんなラーメンが出てくるんでしょうか。こちらがこのお店自慢の雷そばです。今回は大盛りを注文しましたので、お値段はこちらで1050円となります。本当に丁寧に盛られた野菜、そして大きなチャーシュー、いかにも二郎系っていう感じがします。そして今回は味の変化を楽しむために、こちら生卵、そして刻んだ玉ねぎ、生姜をトッピングをさせていただきます。さあ、一体どんな味になってるんでしょうか。早速スープからいただいていきたいと思います。スープを一口いただくと醤油ベースとなっていて、キレとパンチ力のあるスープになっています。麺は自家製の極太平打ち縮れ麺を使用しています。麺も一口すすってみると、この15分近く茹でたんですけれども、もちもち感も残っていて、かなりストロングな麺だと感じました。そしてこちらのラーメンには味付き油も乗ってはいたんですけれども、非常に食べやすく、よいしょよいしょでちゃんと二郎らしさを再現しているのはさすがだというふうに感じました。さて、ここで味の変化を楽しんでいきましょう。このようにかき混ぜた後は少し胡椒を入れて、もうラーメンの上にドバッとかけていきます。この卵とさらには生姜、そして刻んだ玉ねぎがいかにフュージョンするのか非常に楽しみです。一口麺をすすってみると、この卵によって非常に滑らか、そして濃厚なラーメンに仕上がりますし、さらには生姜も入っているので、非常に後味がさっぱりとした印象を受けます。最初見た時はとてもインパクトがあって、ボリューム感満載のラーメンだというふうな印象を受けましたが、このように味の変化をすることによって、ペロリと食べてしまうほど上品な二郎系で美味しかったです。ぜひ東京駅に来た際にはこちらの雷そばを食べてみてください。心も胃袋も本当に大満足できる一杯だと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい料理をたくさん紹介していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは See you!